休止？どうして？このまま舞台を続けていたら体が大変なことになる。どうして？舞台はまだ半分しか終わってない。途中で降りるなんて嫌！まさこ、これはドクターストップなんだよ。嫌よ！舞台は客が命なんだ。客に満足を与えられなかったらプロとしては失格だろ。舞台出られないならここから飛び降りて死んでやる。まさこ！まさこちゃんを離して！嫌！嫌！あの役誰かに取られるくらいなら死んだ方がマシよ。よし、まさこ、まさこ、俺は使う。あの役はまさこのものだ。まさこが治るまで誰にもやらせない。だからゆっくり体を休めてまたやり直そう。復活してきたらその場で幕を開けてやる。本当？俺の言葉を信用しないのか？血液を30人分用意しなくてはなりません。まさこの病気は何なんでしょうか？急性骨髄性白血病です。白血病？治るんでしょうか？白血病は今の医学では5年持ったら誤診とも言われるほどの難しい病気です。しかし奇跡は起こります。雅子さんの気力が大切なんです。雅子さんの生きる気力が奇跡を起こすんです。雅子ちゃんのことだもの。大丈夫、きっと治りますよ。僕らは B 型の人間だという。お母さん、お母さんは昼間見てください。夜の看病は僕が。じゃあまた後ほど。お願いします。伊集院さんはこの日から雅子が亡くなる最後の日まで一切の仕事を断って雅子を看病してくれたんです。私を抱きしめて、はい。あ、ママ具合は？大丈夫。こんなに気持ちいいのに久しぶりなんだ。どうして？昨日まで舞台元気にやってたのに。お芝居が始まれば全部忘れるんだけど、セリフ回しできないほど口内炎がひどくてどんな薬飲んでも治らなかったんだ。でも一回の点滴ですーって楽になった。頭も痛くなくなったし。ずっと痛かったの？そう、ずっと割れるように痛かったの。なんだろう私の病気。強度の貧血だって。本当？私とママの間に隠し事はなしだよ。当たり前じゃないの。忙しい忙しいってろくなもん食べてないから栄養のバランスが崩れたのよ。治療してもらえば大丈夫。点滴して少しゆっくりすれば治るから。はい、休んでなさい。はいはい母ちゃん。もうしょうがないね。有効な新薬が開発されましたが、その薬はまだ副作用が強いです。副作用が起こると3分の1の確率で最悪の事態を招く可能性があります。それに髪も抜けます。
その強い薬と副作用の穏やかな従来の薬とどちらを使いましょうか。最悪の事態、お母さんはどう思われますか。あの、髪は女の命です。まさこがそれを聞いたらどんなに悲しむか。相談の結果、従来の薬をお願いしたんです。お嬢さんの病室に入るときにはガウンとマスクをそちらで必ずつけてください。あ、はい。あと、それとお花はこちらに置いてってください。え、無菌室に生きたお花は持ち込めないんです。あの子の好きな花なのに。ねえ母ちゃん、テレビ病室に入れようよ。そろそろ新聞や雑誌も読みたいし、持ってきて。ダメ、目が疲れるし。そんなの見たらライバルが気になるでしょう。今は西洋が義務付けられてるんだから徹底しなさい。ねえママ、私白血病じゃないの。何バカなこと言ってんの。雅子、本当白血病がどういうもんか知ってるでしょ。幼なじみのアキちゃん、鼻水も涙もおしっこも出てくるもん全部違ったじゃないの。それじゃあんた泣いてごらん。何バカなこと言ってんのよ。あ、そうだ、雅子の好きなひばりの刺繍しようか。うん、しようか。的な肌は弱酸性ですから、ファンデーションも弱酸性にしたいですね。先生、弱酸性なら先生みたいになれるんですか。うん、可能性はありますね。弱酸性カネボウのライトファンデーション新発売。カネボウ for beautiful human life。お母さん。伊集院さん、あら、もうそんな時間。ええ、お母さんお疲れでしょうから、お家に帰って休んでください。演じることがこんなに難しいことだとは知らなかった。私もしかして女優って職業を見くびってたのかもしれない。僕は一度雅子に聞いたことがあるんです。どうしてそんなに女優になりたかったのか。そしたら雅子はこう言ってました。自分と全然違う人の気持ちを考えたり、その世界に入っていくのって面白いと思わない。苦しんで苦しんでその人になるのって快感なんだよ。苦しいからいい。苦しいからいい。雅子の病名を聞いた時、先生がおっしゃってましたよね。雅子の生きる気力が奇跡を起こすんだって。ええ、雅子に生きる気力を持たせるには仕事の演技の話をしてればいいんです。演技の、演技の話をしてれば病気の苦しみなんて忘れてしまうんです。女優なんですよ雅子は。女優、
思えば子供の頃化粧水を飲んだ事件があったそうですね。牛乳と間違えて。あれお母さんの気を引きたくてわざとやったんですって。もしかしたら女優もお母さんの気を引きたくて始めたのかもしれませんね。そうだ、ママ雅子の浴衣縫ってるのよ。その浴衣着て今年は花火大会行ってね。うん。ステッチ飽きた？うん。うん。こんなにママと一緒にいられて私嬉しい。病気に感謝しなきゃね。でもママも疲れてるでしょ。早く帰って休んでね。経過が思わしくありません。彼が抜けるのを覚悟で強い薬を使いたいのですが。雅子ちゃん、どうしても菌が残ってしまうからもう一度だけ強い薬を使おうってことになったのよ。髪が抜けるかもしれないけど治るから。ママ、うん、私三蔵法師でスターになったんだよ。丸坊主なんかへっちゃらへっちゃら。ほら、あの時雅子は頭の形がいいとか色っぽいねとか散々言われたじゃない。何心配してるの？今までそう考えなかったの。髪が全部抜けることなんて心配しないと。早く強い薬でも何でも使う。一度の乾杯、楽になれ。これが人、これがビール。